が10金モデルっていうと、なんかこう固定されたイメージがあるじゃないですか。わあ、むしろレスポンスもよく感じますね。フル音も見てみましょう。普通の電動ガンです。はい、どうも諸星です。今回はこちら、東京マリの電動ガン M4A1R をぶっ放します。それではパッケージ見てまいりましょう。まず目につくのはやっぱりこのね、 M4 本体の写真と、あとこちら側にね、 M4A1R と書いてあります。この14歳以上モデルを表すこの青い文字で R の意味なんですけども、これレストレクション、制限とか規制といった意味の言葉の頭文字を使って R モデルということでなっているそうですね。あとはこちらにも同じく R モデルを示す青いラインが入っております。10本体にもございます。ではパッケージ開けてまいりましょう。はい、ではこちら取説、本体とマガジンとアクセサリーボックスはこっちかな、これかな、はい、こちらがアクセサリーボックス、社用の BB 弾ですね。本体を取り出すと、その裏にはクリーニングロッド、それからマガジンのローダーですね、入っております。マズルキャップは最初から刺さっているんですが、これを抜いてみるとですね、なんとも太いマズルキャップがついております。このホップアップのタグ、これも新しいものになってますね。ではマガジンを差し込んで構えてみましょう。もうあれですね、普通に M4 です。重量感もですね、慣れ親しんだというか、あれですね、一番最初に M4A1 カービィの電動ガンが出た時に、これが M4 かっていう感覚もそのものでございます。だから、非常に、ね、リアルですし、言われなければ、14歳以上モデルというのは全く伝わってこないですね。重量感もそうですね、剛性感も、まあ、スタンダード電動ガンそのものという感じです。ちょっとセレクターのフィーリングも、あ、もう全く一緒ですね。これで14歳以上モデルなんですね。むしろそれが不思議なぐらいのいい出来です。M4A1 カービンといえば、アメリカ軍が採用したのを皮切りに世界中で採用されていたですね、いわば近代アサルトカービンのベンチマークと言えるようなモデルなんでございますね。我々エアガンファンにも非常に馴染みの深いモデルなんでございますね。国内でもね、電動ガンでの M4A1 というのは本当にもう5万とあるような状況なんですけども、そこにですね、東京マリーは R モデルという14歳以上推奨のモデルを作ってきたわけですね。で、この R モデルというのは、各都道府県の青少年健全育成条例に適合してますよっていうところが特徴なんです。で、今まで東京マリーがその条例に適合した製品というのはいくつもありましたが、その中でですね、リアリティ方向に振ったモデルなんでございます。なのできっちり1分の1サイズですとか、外装パーツは結構あれですね、他の電動、普通の電動ガン用のカスタムパーツとか使えるんじゃないでしょうかみたいなね、リアルな作りになっているんです。それでは細かいところを見てまいりましょう。フラッシュハイダーとアウターバレルともに金属製となっております。そしてここにはこの R モデルを象徴する青いリングがはめ込まれております。このフラッシュハイダー取れなくはないんですけども、パッケージにも書いてあるんですが、各種マズルアダプター非対応という形となっております。おそらくインナーバレルが短いんで、もし BB 弾が中でね、弾道が暴れた時にアタッチメント、なんかね、パーツに当たってしまうよということで非対応となっているのかなという感じがいたします。アウターバレル上には弾薬を表す刻印もちゃんと入っておりますね。フロントサイトベースもしっかり金属で作られております。リアルな雰囲気です。バイオネットラグも再現されてますね。で、スリングスイベルはこのサイドマウントタイプが採用されております。フロントサイトポストの断面は四角形になっておりまして、で、これはねじ込むことによって上下に調整が可能です。ハンドガードは樹脂製となっております。で、ね、少し太めなデザインとなっておりまして、ここのデルタリングを引っ張ってハンドガードを外すと、その中にバッテリーが入るという形になっております。レシーバーは上下とも樹脂製となっております。で、マガジンハウジングには、コルト社の刻印と、あとここにはですね、アメリカ軍の財産であるよとかですね、モデル名が書いてある刻印で、こちらにもコルトの刻印があって、で、これがセレクターですね。今、セーフポジションで、90度回してセミオート180度でフルオートってのはね、もう皆さんおなじみかと思うんですが、カチカチと実にクリッカブルな動きをしてくれるセレクターです。金属製ですね。アッパーレシーバーのトップにはこの M4A1 カービンの特徴ともいえる脱着できるキャリングハンドルが搭載されております。で、このネジを緩めることによって、このキャリングハンドルを外して、スコープ弾のドットサイトなどを乗っけたんですね。みんなこれカスタムでやりましたよね、出るまではね。いやー、それが今やこんなリアルな14歳以上用エアソフトとして出るとは感激です。
リアサイトは A2 タイプが搭載されております。ここのダイヤルで左右の調整で、ここのダイヤルで上下の調整が可能です。もちろんピープ光もこのように2段階の調整が可能です。チャージングハンドルもバッチリ金属製です。もちろんロックも効いております。このロックを解除しつつ引くと、はい、開きました。ダストカバーが開いて、ダミーボルトが交代して、ここにはホップの調整ダイヤルが顔を出します。レシーバーの右側です。ボルトファードアシストノブの再現ですとかね、この特徴的な三角形のカートディフレクター、ちゃんとダストカバーも、金属製ですね。あとはマガジンキャッチ、こちらも金属製です。最も特徴的なのはこちら、14のシールが貼っておりますね。もうこれでこのモデルがどういうモデルかを表しているというわけでございます。グリップはこのフィンガーチャンネルが特徴的な A2 タイプのグリップが搭載されております。で、トリガーもトリガーガードも金属製です。で、トリガーガードの裏にはじゃじゃん、はい、このようにですね、対象年齢のステッカーがついております。14歳以上対象モデルなんですが、見てください、この裏蓋。これね、分かる人には分かると思うんですけど、ちゃんとね、EG 1000モーターが中に入っているんですよ。これどんな動作してくれるんですかね、非常に楽しみです。ストックも M4 カービンのエンハンストストックをバッチリ再現しているだけでなく、ちゃんとね、こう6ポジションも再現してるんでございますよ。いや、非常に贅沢ですね。で、ここにスリングスイベルがございます。もちろんこれも金属製です。ではマガジンを見てまいりましょう。このマガジンはね、デザインそのものはスタンダード電動ガンと同じなんですが、マイナーチェンジでこのようにフロアが変わっておりまして、最後の一発まで打ち切れるデザインとなっております。そして相談数がですね、65発お。ではバッテリーを入れてみましょう。バッテリーを入れるにはまず上のハンドガードを外します。で、このデルタリングを引っ張りつつ、ハンドガードをこう上にこうグッと、はい、外しますと、このように、空間が現れるわけでございます。で、このパーツ、これがね、バッテリーホルダーというパーツなんですが、これを、横向きに、なんていうんですかね、ここの面が垂直になるようにこちらに配しまして、このバッテリーを、ここに潜り込ます。ちょっと配線をどかしましょう。配線をどかしつつ、これをここにこう潜り込ませる感じですね。よっよっ、はい。で、このようにバッテリーを下に入れて、ホルダーも回して、で、この配線をこれをつなぐ形ですね。はい。で、この状態で、このね、ホルダーの下に配線は潜り込ませるみたいですね。で、この状態でハンドガードを装着して、よいしょ、はい、これでバッテリー装着完了です。このバッテリーホルダーが、バッテリーを保持しているような形になってますね。で、配線をその下通して、ここのコネクターに、つけると、平型ミニのヒューズが採用されております。ストック最短値の全長は770ミリです。ストック最長値の全長は850ミリです。バッテリーと空マガジン込みの重量は2822グラムです。マガジン単体の重量は196グラムです。トリガープロは1141グラムです。外にやってまいりました。さあ、この M4A1R どんな感じなんでしょうね。まあ、弾道はなんとなく予測がつくんですけども、特にね、フィーリング方向、そういったとこ、ちょっとね、チェックしてみたいと思います。じゃあちょっとストックを伸ばして、はい、じゃあまずはセミオートから。あのですね、いわゆる R モデルとか、まあ、こういう言い方あれですが、10金モデルっていうと、なんかこう固定されたイメージがあるじゃないですか。あれをめちゃくちゃ打ち崩してくれます。これは褒めてるんですが、普通の電動ガンです。わー、むしろレスポンスもよく感じますね。フル音も見てみましょう。この音だけ聞かされて、これが R モデルだと分かる方がいたら本当にすごいと思うぐらい普通に電動ガンしております。で、このね、重厚感とか、この、射撃フィールを持ってしてですね、これでなんだこれやちょっとやだなっていう、まあ、その18歳未満の方っていうのはいないんじゃないでしょうか。外装とかも含めてですね、これはかなりいい感じです。あと、0.2 グラム弾を使ってるんですが、使えますよこれ。
まあ、あの FET 並みとまではいかないんですけども、それでもねレスポンスはよく感じますね。いやこれ中身どうなってんでしょうね、めちゃくちゃ不思議です。条例適合モデル実際に食らったらどんな感じなんでしょうか。というわけでね、 10m ぐらいで食らってみようと思います。狙いはセンターサークルです。あ、わかるわかる、ちょっと痛いです、ちょっとだけ痛いです。あ、全然、あ、ヒットヒットヒットです。これぐらいの距離だったら、いてててちゃんとセンターサークルにも当たってる感じがございました。それでは初速を計測いたします。気温は 27.4 度、湿度は 74%、 使用する BB 弾は東京マリセ 0.2g バイオ弾です。 30.6、31.5、31.2、31.0、30.9。フロードのサイクル計測します。1080rpm です。せっかくなんでキャリングハンドルを外してそこにスコープを乗っけてみましょう。ここのネジを緩めると、はい、このように外れまして、そこにスコープをよ。はい、できるわけでございますね。これぞ M4 カービンといったいでたちではないですか。 0.2g なんで 20m 先のターゲットを狙います。狙いはセンターサークルです。しかもねスコープと委託射撃でって感じですよ。じゃあ行きます。よいしょ、おーおー、ただいま打っておりますのはですね、0.2g なんで初速が 30ms の条例適合モデルです。それを加味した上でこの弾道をご覧いただきたいんですが、センターサークルにかなりの率で当たるのをご覧いただけますでしょうか。あらら、いいんじゃないですか。ちょっとフル持ってみましょう。あのねスコープを覗いてる感じはさほどスタンダード燃料ガンと変わんないような感じがしますよ。まあただあれですよ、着弾までにはやっぱり時間がかかるなという感じはいたしますが、全然いいんじゃないですかこれ。ではもうちょい攻めで撃ってみますね。ストンと、うわいい感じだよな。これ弾速低いのにこんなによく飛ぶというかよく当たってくれるということは、部屋打ちとかかなりいいんじゃないですかね。これレスポンスもだって、うん、まあキレキレとは言わないにしても、でもこのレスポンスでこういう風に弾が飛んでってくれるんですよ。これすごくないですかね。これいろんな使い方ができるのかもしれないな。うん、いい。手前にあります10メートルの白いターゲットちょっと狙ってみます。じゃあ大きさは15センチですね。この辺かな。あ、ずれちゃった。あれ、ここか、ここか。お、ちゃんとメタルターゲットにチッチ言うじゃないですかこれ。なんとこれは近距離での射撃だったら全然気持ちいいですよこれいいですよこれ。撃ってまいりました。いやね、いわゆるごめんなさいこんな言い方あれですけど、10金モデルっていう、ワードを聞いた時に、どんな印象を浮かべますかっていうところなんですけども、やっぱり当たらないとか飛ばないとか壊れやすいみたいな印象の方って結構いらっしゃるんじゃないかなという気がいたします。でこのモデルはその印象の全てを覆す10金モデルです。なのできっちり打ててきっちり狙えてきっちり当たります。コンマ2グラムの弾を使って全然使えるような、性能を有しております。でこのリアルなサイズ、リアルな形、こういったものが再現されているのが、とてもとても熱いなと、打って弾道を見て初めて、あ、こっちが14歳以上用モデルなんだっていうぐらい、18歳以上用モデルに近いモデルなんでございますね。14歳以上ですから、まあ、中学2年生以上でしょうか。そういった方々がですね、サバゲデビューするにはもう
これしかないですね。これそのスタンダード電動ガンのおそらく外装アイテムは大体使えるんじゃないでしょうか。なのでこのモデルでビルドアップしたものを、そのまま18歳を超えたら18歳以上用モデルに転用できるっていうのもね、なかなかメリットなんじゃないかなという気がいたします。ただ気になるのはですね、お値段ですね。34,800円税抜きですか。そこだけ考えると、これ子供用のモデルなんじゃないのっていうふうに思われるかもしれませんけども、そこをまあどう捉えるかによって、このモデルの評価っていうのは大きく変わってくるかと思います。個人的にはですね、子供さんが買えるような値段でこれをバンバカ売るっていうのはどうなんだろうなという気もいたします。なのである程度その購入ハードルを上げるっていうのはエアソフトガンっていう文化を守る上ではですね、いいことなんじゃないかなという気もいたします。だから逆にですよ、お父さんが、子供をサバゲに誘いたいなと思ったら、もうこれもバッチリなんじゃないですかね。ちょっとお値段高めですけども、その分耐久性とかも上がってると思います。そうなんですよ。先ほど取扱説明書を見ていましたら、3万発っていう記述がありました。これってね、スタンダード電動ガンと同じような耐久性ということを案に語っているのかなという気がいたします。これは実際これからこれが世に出て、使われていく上で評価が固まっていくところだとは思うんですが、打ってみた感じは今までのいわゆる10金モデルのフィーリングとは全く異なります。むしろ18歳以上用モデルにかなり近しいです。条例適合モデルを本気で作ったらこうなるっていうモデルなのかなという気がいたします。その本気度は、このリアルな外観とか持った時の重量感、それから打った時のフィーリングが、そのいわゆる18歳以上用の電動ガンとほとんど変わらないっていうところに、その本気さが現れていると思います。きっちり狙って当たる条例適合モデルという意味では結構ね、レアな存在ですよね。だから、先ほど実写の時も申し上げましたけども、家の中でお家の中で打った時、うっかり壁に当たっちゃったっていう時でも、もちろん18歳以上用モデルよりダメージが少ないわけなんですよ。なのでね、そこら辺を考えると結構いろんな使い方ができるんじゃないでしょうか。インドアフィールドさんなんかでもね、これレンタルカーに持ってきたらかなりいいんじゃないでしょうかね。はい、なのである種ね、これはエアガンの一つの未来なんじゃないかなという気もいたします。またまたそんなこと言っちゃって10金でしょって思ったそこのあなた、打ってみてください。多分ね、びっくりすると思いますよ。